ちは、木下優香です。今日は豆乳の注ぎ方をアドバイスしたいと思います。これです。私がいつも飲んでるのは無調整の豆乳をいつも飲んでますね。でこういう箱のパックに入っとって注ぎ口がこういう感じになっとるタイプです。置きます。でこの豆乳をこうやって注ぐじゃないですか。注ぎます。でこうやって注ぐと今見たら分かるようにこうドポ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 入るんですよ。で豆乳がいろんなところに飛び散っちゃったりするんですよ。多分豆乳のこのパックを使っとる人は分かると思うんですけど、今結構なんか綺麗に注げたんですけど、まあ、でも普通ねそういうことになることが多いです。で飲みます。うん、うまい。でこれの改善方法として、普通こう注ぐじゃないですか。これをこう注ぐんです。こう注ぐと綺麗に注ぎます。いきます。ほら、滑らか、滑らかに。こういう感じでこっちから注ぐと注げるんです。意外なことにこうやって注ぐと綺麗に注げるんです。普通こうかなって思うじゃないですか。こういう感じじゃないですか、きっと。大体でもなんかこうやって入れるとドッポ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 してどんどん飛び散っちゃったりするんですよね。でもこうやって注ぐともう滑らかに注げるわけです。それでは豆乳に乾杯。じゃあみんなも豆乳を注いでみてね。さよなら。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。